ご覧のようにスコアボードには0が並んでいます。ヒット0です。9回の表に入りました。さあノーヒットノーランまでアウトカウントはあと3つです。マウンド上のナルシソ・エラビラ、ここまでわずかに1勝の投手がノーヒットノーラン達成するんでありましょうか。さあこの回は玉野、そして赤田、清水と打順が回ります。さあ田尾さん、はい、残すところあと3つです。来てしまいましたね。来てしまいましたね。だからこういう風になって、エラビラの気持ちがどういう風に変わらないで投げられるかっていうね。そうですね。まあ、8回までは投球数が115球、そして三振が9つ、フォアボールが3つ。西武打線にヒットを与えていません。さあボール2つの後はファールでワンツー、まあ、ノーヒットノーラン、こう中継を終わっていてもそうそう簡単に、ね、ないですよ、見ることはできませんからね、はいはい、そしてこのエルビラを救ったのが、まあ、サードの中村。さあノーヒットノーランまであとアウトカウントは3つです。今日リードしている的山、さあこれもストレート、139キロカウント 2-2。 やっとなんかお客さんの方もこのノーヒットノーランに反応してきましたね。そうですね、まあ、エルビラだからこう最初は打たれちゃうんじゃないかなというようなね、そういう気持ちで多分見てたと思いますけどね。さあカウントは2ストライク2ボール、これはどうだ、外れました、 2-3 です。許したランナーはフォアボールの3人だけ、清水そして平塚が2回のフォアボール。さあまさか梨田監督もここまでやってくれるとは思っていないでしょう。9回の表ワンアウト、ノーアウトランナーはありません。さあ 2-3、 これはどうだ、打ち上げた、さあどうでしょうか、水打ちが多かがっちりと大内が抑えて、まずはワンアウト。さあまずはワンアウト、ベンチもだんだんとこう表情が変わってきました ね、もうみんなが緊張してきてますよね、さあまずは玉野をライトフライに倒しました。 2-3 までね、何度もあるんですけど、それからの球がね非常に難しい球が来るんですよね。あれ狙ってきてるわけじゃないと思うんですけどね、そこまでね。しかしこういう記録が達成される時っていうのはもうこういうもんなんですよね、はいはい、さあ1番に帰りまして赤田です。首位西武を迎えての、まあ、3連敗中の近鉄。さあこの大記録まであとアウトカウントは2つ。さあワンストライクワンボールになりました。このまっすぐの勢いは落ちませんね。141キロですからね、今も本当にいい伸びしてますよ、さあ初球はボール、そして2球目はファールでワンストライクワンボールです。ノーヒットノーラン達成まであとアウトカウントは2つ。さあこれもギリギリいっぱい、144キロ、144キロのまっすぐ、今日もマックスですよ、マックスですね、はい、それも9回になってから144キロですからね、やればやれるんじゃないかっていうね、そういうピッチングしてますよ、さあ2ストライク1ボールと赤田を追い込みました。さあこれはショート、武藤が送って2アウト。さあちょっと危なかったがノーヒットノーラン達成まであとアウトカウント1つ。やっぱ緊張してますね、内野手、武藤も。さあこの両対照的な監督の表情。さああと一つコールがこの大阪ドーム内に沸き起こり始めました。2番の清水を迎えます。ここはやはりセーフティーはちょっと警戒すべきでしょうね、さあマウンド上のエルビラ、ナルシソ・エルビラ、ノーヒットノーランまであと一つ。さあまずは初球144キロのストレート外れました。しかしバッターからするとね、こういうノーヒットノーランしてるときにセーフティーでヒットもないんですよ、はい、あなるほど、やっぱりね打ってヒットを、ね、思い切り強打したいんですよね、さあ初球はボール。さあこれはいいコース、139キロのストレート、ワンストライクワンボール。やっぱそれはやっぱ清水も同じ気持ちでしょうね。そうでしょうね、あんまりそういう素振り全然ないですもんね、さあ的山3球目はどこに要求をするか。ナルシソ・エルビラ、ノーヒットノーランまであと1人。さあこれはショート、がっちり取ってノーヒットノーラン達成、大記録が生まれました。59人目のノーヒットノーラン達成、
ました。大記録達成の瞬間です。素晴らしい記録です。4対0。さあそして大きく拍手を送りながらエルミラの元に向かいます梨田監督。今日は守備で見せました中村です。パリーグでは96年の西武渡辺久信以来のノーヒットノーラン達成。がっちりと握手をしました。やりました。ウォルコットとも抱き合っています。128球、被安打0、奪った三振9つ、3つのフォアボール、ノーヒットノーラン達成の瞬間です。59人目のノーヒットノーラン達成。もう大喜びのライトスタンドです。3連敗で迎えたこの首位西武戦、先発のナルシソ・エルミラがまさかのノーヒットノーラン達成。西武打線を無安打に抑えました。さあこれが達成の瞬間です。さあそしてもちろんヒーローインタビューはもうこの人しかいません。放送席そして大阪ドームの皆さん、素晴らしい記録の達成の瞬間、見事ノーヒットノーランを達成しましたエルミラ投手です。本当に嬉しいです。ありがとうございます。どのくらいのイニングから意識していましたか。本当にやっちゃったね。Today, when I saw my son in the clubhouse, I say 10 days last year, I made one hit on all on. You think? And when I come into the game, no hit. Yeah. No hit. What inning? When I come in the ballpark today. No, I mean, what inning you think? Oh, in the eighth, I say maybe I throw another hit on all on. あの8回ぐらいにあのできるかなという気はしてましたけども。今息子さんもいらっしゃいましたけれどもどうでしょう、この今日本で今シーズンパリーグではこれは初めてです。今のこの喜び誰に伝えましょう。ファーストタイムインパシフィックリーグ、クオーナーユアテールライトナーズユアフィールオーアフィールグレイエンベリーコンティボー。 I know the people see the game today. I goDo my best, and I'm very, very happy. And this for all people down here, for my wife, for God. 本当に今日は自分のピッチングができまして、あの大変あのいい結果が出ました。それにここにおられるファンの方々と自分のあの奥さんに伝えたいと思います。それにしても今シーズンここまで1勝4敗、なかなか結果が出なかった。辛かったこともあったんじゃないですか。You know, it was a tough time. Yeah, that's hard for me until I feel comfortable and I got my pitching and then I had to work in and my control, I came back. まあ、あのやはりあのコントロールとかですね、そういうことがあのうまくいかなくて悩んだ時もありましたけれども、今日みたいにコントロールが良かったらあのいい仕事ができたと思います。これで日本の野球の歴史に1ページを刻みました。さあこれから乗っていけそうですね。You can pitch good, huh? Yeah, I try to do my best for the people, for the manager, for the pitching coach, to give me more opportunity to stay here. あのこれからですね、あのファンの方々、もちろん監督チームのためにですね、自分のベストを尽くしてあのピッチングしていきたいと思います。それでは最後にスタンドの皆さんに日本語で一言お願いします。Can you say just in Japanese to the fan? ありがとう。見事近鉄としては25年ぶりノーヒットノーランを達成しましたエルビラ投手でした。どうもおめでとうございました。見事ノーヒットノーラン喜びの声エルビラ投手でした。では一旦コマーシャルです。ノーヒットノーランを達成しましたエルビラがベンチの奥に入りました。依然としてこの喜びをファンも選手もかみしめているといったような状況の大阪ドームです。さあそれでは今日のノーヒットノーラン試合のハイライトをご覧いただきましょう。
さあ田尾さん、まずこのエルビラ、はい、1回なんですが、まあ、赤田に対して初球がもういきなりストレートボールだったんで、うん、立ち上がりはね、そんなには良くなかったですよ。清水、平塚をフォアボールで松井を迎えますが、はい、これですよ、これでね、このダブルプレーでエルビラ乗っていきましたよね。そうですよね、はい。そして2回は2アウトランナー2塁から川口が先制のツーランホームランです、うん、そうなんですね。だからもうあの近鉄サイドからしますと、はい、絶対に先制点取りたいんだっていうね、ところで取ってくれましたからね。これは4回の、まあ、松井ですが、この中村の守備は今日は光りましたね、うん、そう簡単そうにやってますけれども、今日は難しい球かなり飛びましたね。そうですよね、ホームランは出なかったんですが、さあそしてこれは鈴木健、うん、三振に打ち取りました。5回です。もうペースが速くて速くて、はい、そうなんですよ、これは7回のワンアウトランナー1塁から松井をフォークでしょうかね。いやカーブでしょう。カーブですか、三振に取りました、まあ、さらに8回はこの中村のプレーです。ワンアウトから鈴木健、そして伊藤は三振に打ち取りました。さあノーヒットノーランまであとアウトカウント3つとなった9回、まずは先頭の玉名2、3から行きましたもんね。行きましたね、難しいところに来てるんですよ。でもね、バッターからすると、まずはローズが取ってワンアウト、さらに1番に戻って赤田、はい、これがショートゴロ、ちょっとここで力入りましたね、武藤もね、力んでますよ、武藤が。そして最後のバッターは清水です。これもショートゴロ、武藤のところに2回行きました。この回がっちり送ってノーヒットノーラン達成、4対0、近鉄が勝ちました。4勝4敗で迎えたこの近鉄西武の9回戦はこれで5勝4敗と、西武が唯一勝ち越してないチームができましたね、近鉄がね。そういうことですね、まあ、でもね、僕はあの9回あと3人っていうところに来てね、はい、バッター玉野、そして赤田、清水、みんなね、セーフティーでもやっていいような選手なんですけれどもね、はい、思い切って勝負してくれましたよね。そうですよね、まあ、これはね、見てて清々しいなって気がしました。なんかこうスピードするね、はい、本当一球一球に打者もピッチャーもかける、そういう気迫がやっぱりプロのね、意地と意地のぶつかり合いっていう感じで、よかったですね。そうですよね、はい、ご覧のように今日は先発のナルシソ・エルビラがノーヒットノーランで、近鉄が4対0で西武を下しています。